さん AD。 へえ。2人はかなりグイグイ言わせた、そこら辺俺のジュリ戦見せるわ。見せてください。それ今あのトパガ TV の PP を6000まで上げようっていう、あ、マジで、ね、もう上がっちゃう、こういっちゃうんじゃないか、これ。6000まで上がったら俺すぐわ。普通にごとだけど、うん、攻めない、まずはもう、まあ、まあこれを配ってしまいますよね。ちょっと結構痛いね。お、あーやばい、できる、ね、確実にできます。いや、これ結構うまいみたいな。しかもなんか最近文字が高いらしくて、へえ。まあ結構ゲーセンでも見せたけど、そうそう、だからちょっと呼び出してちょっとガチろうかなと思ってるぐらい。ああ、いいんじゃないですか、ね。うん、まあ、そこら辺はね、よっさんのちょっと返事が、うん、返事待ちということで。確かにね、あのポイント少なかったんですよ、僕見たとき。なんか大会かな、今は分かんないですけど、見たとき4万ないくらいで。あ、で結構昔じゃない、カズノコと根本チームを組んで、全国のときですね。なるほど。で、4万でこれはねえだろうって、ずっと思ってました。さあ、ガンマチモード、タイルクリードされてるのにガンマチですよ、これ。もっと僕も合計を使ってる身としては、合計って実は体力リードされてても残酷打ってていいんじゃねえかっていう、うん、でどっかで相手の思考が、思考がねワンパになったところでキャッチするっていう、うんうんうん、でこのやり方やっぱ強いんじゃねえかって。あ、通っちゃった。こういうのあるし、この後は、あーあー、これはまずい、だるー、これ、これいや相当きついでしょ。伸びる。ジュリは本当対空は上手くないかね。足が当たらない。ゲージためしっかりして、途中体力リードまで持っていけたんだけどね。いやー、よさ、なんか残空対空上手いね。うん。まず対空もすごい上手い。うん、常になんかその中盤、上り中盤、じゃあ上り中盤ね、そうそう、あそこをちゃんとやれるといた、ちょっときついんだけど。おお、潜った。安定コンボ。さあ、表落ちはしっかりガードしてますね、これ。くらい慣れてるんでしょうな。うん、ね。でい。でい。うん。やる、うんめぇ、今の。さあ、フックエンジン合わせて。どうなる？これで。ああ、追えない。最近ね、その風水エンジン。うん、その落ち攻めやられるじゃん。で受け身取らないって選択肢をさ取るじゃん、うん、最近もうね受け身取った方がいいんじゃないかって思ってる。ああ、はい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 、まあでも本当にどっちでもいいんじゃないですか、ね、そう、どっちでもいい。いや、逆受け身取った方がセットプレーしにくい。あーあー、じゃあもうすかしげだろ、まあ、鳴らしっすから。まあそうっすね。予算とりあえずトーナメントにも多分入ってくると思うんで。確かに5000、予算入ってくるよね。入ってきてくれますよ、予算。ちょっと俺とお前仲だろ。どれくらい仲いいのか全然わかんないから突っ込みづらいんじゃないですか。そうそうそう、同じ横浜つながり。なるほど、薄そうだな、つながり。ん、ただの横浜つながりだろう。まあセブンアイランドで3回ぐらい会ったことがある。セブンにたまにいたよね、おっさん。あと一緒にアメリカにも行ったから。あ、そうなんだ。へえ。あれ、はい、これトニー・ソーサム、ん、誰、いやいや、絶対に、絶対ないです。いないです、今それは。さあ、5000超え。いや、これ多分 そっち系とか。あ、そうだ、サブタグっぽいような、知り合い的な。あー、どうでしょう。え、マジで、え、どこじゃやってんの。キョラはリンクしてるけど、うん、あ、マジで、いや、色はとりあえずキャベツなんだ、これ。確かに。ロシフォンなんかね。いや、動きは分かる。あー、やらしい、やってねえぞ、絶対このゲームは。何年前だよ。いやいやいや、かなり肉気ですよ、こちらとしては。攻撃で負けたもんな。そうだよ。おお、やべ、打ち読み、打ち読みしちゃった今。危ない、今の大御所っぽい。あれ絶対違う、絶対やってないからな、超分かりづれえ、今の高いってミスどこだよ。いや、浮きはそうだったろ。いっぱい内藤しそうだね、お前さん。
あの人がやってるのすごい、あれね、面白い顔やりしながらプレイするよね。そうさ、おこそいいよな。このKオフやりにここ来るって人は。やっばい。あ、大御所っぺな今の。あ、まあ今の確かに。大御所っぺやよくやだ。はい、来い。残風消せないの厄介だね。確かに。あの銀河トルネードで。でも普通に消してこない。いや、残風消せないの。あ、消せないのあれ。へー、初めて見たかも。今消した？いや、消してない消してない消してない、ね、消してないから、うん、その情報も今初めて知った。おぉ、最高投げ。いや、俺一回試したんだよ、残響消せたら熱いんちゃうかみたいな。あー、そのまま、うん、そしたら、絶対逃げなかった。上りジャンプ。それ50回ぐらい試して一回も消せなかったから、もう無理だなっていう諦めた。合戦は、あー、危ないよ。5勝だわ、今の。5勝しかいねえ。お、安定。あ、お、いい感じじゃないですか。そうそう、いきます。もう一回、ちょっと万全を重ねたいタイプですね。以上ね、今のでいけたんちゃうかと。確かに新規ですよ。次で確実なものにしたよね。そうですね。でもこうやってランクをやってて、相手の方がもう明らか5000以上の人ばかなんで、ね、スタンバってるはずだな。トーナメントにも期待できますね。ひょっとしたら普段入れない人入れるようになってるかも。ああ、そう、今日ね、そう、はい、ちょっとなんかあのポート開放の設定を頑張ってちょっと見たんで、もしかしたらいつも入れない人が入れるかもしれない。へえ、そんな入れない人っていたのかな。予算とかも入れなかったんちゃう今まで。多分そうだよね。 ありえる。あ、てか今の人もそうじゃない。じゃあ、いや、今の人は俺は戦ったことは何回かある。ああ、そうなんだ。予算とかだって戦ったことない、ね、ないないね。入れるようになったんちゃう。なったんちゃいますか。いや、ポート開放昔したことあったんだけど、うん、なんかやり方が間違ってたらしくて、なんか IP アドレスってのを XBOX 側で固定しなきゃいけないか、うん、分かんねえか俺はね、うん、俺も全然ずっとさ、この人も最近見なかったかも、もしかしたら。確かに入れなかった。かなり前はもうレギュラーくらいの勢いでトーナメントしてましたね。武田さんの雑誌セット、いっぱい見たいなぁ。危ねこの組み合わせ結構さ、ダットリが意外とやれるんちゃうかって、ちょっと。え、無理多分相当きついっす。え、てか、ウルコ2なんだ。あ、だといいなんか1っぽいような気がするよね。ああ、まあそうだね。大神確定ですよ。え、そうだね。そうだよね。1ほとんど使われたことないから、わかんないですよ。確定じゃないんじゃないですか。いやでもね、1はね、結構ね、使われたら使われたで、だるかった覚えはあるんだ。ああ、確か確定だった気がするんだけどな。ちょっと待って、フレーム表、ちょっと今、本見れる人、ちょっとお願いします。ここ確定ですよね。そう、ほら、確定。もうほら、もうさすが知識見ずに。そう、昔そういうね、マジで仕入れた気がする。生まれていた。あと大キックも2発3と当たんないから。そうだね。結構。なんだかんだね、まあ中足で十分なんですよね。あの中足がやっぱすげえきついっぽいけどね。やっぱ逃げに徹すると、そっか、そうそう、で、あそこで中足置いとくだけで。うわー、お、高え。今、しかも時間が、まだ、あー、水鉄砲もなし。今、マジうまくないか、これ。カニパン、あそこでカニパンってあるの。今、竜騎士スペシャル取り入れてきたな。いや、今のすげえうまかったな。さあ、見えないよ、これ。さあ、足場にも入んない。そうね、足場に入ります。いける要素揃ってるね。火力もある。確かに、ね、アシュラも枯れる。アシュラもでも枯りづらい、あ、枯りやすいんだけど、ね、枯りやすい方。そう、枯りやすい方ではあるけど、まあ、1だったら 1.4 で、うん、ローリスクで一応いけますよ。これでもやっぱ合気でやった感じ困んなかった。全然合気で良さそうだなって。あ、俺ダットリ使いになるかちょ、じゃあ使ってよ、使ってついて思わせたでしょ。これは？おう、うん、あ、でもどうなんだろうね。確かに中足がね、相当きつそう。もうダントリー中足がダメじゃん。やばいね、どのキャラの中足も嫌いなのどうかな。さ、
中足に対しては中足なんだろうけど、うん、そうだね、台足やられたんですよ。おあこれ強えな、置き攻めに対して。この人の得意技、いや、テリカある時強いんだよね、実は。うんうんうん、大昔さ、そのあ、A になる前、あ、ルクシスペシャル、A になる前、結構死に技で、うん、なんかやってたらなめっかなと思ったんだけど、A になってから普通に強くなってるさ。うん、耳に減るよな。これはどうするべきか。こっちで。まあ、動きながらってのはあるんだけどね。それでもまあ、300ちょっとぐらい出るのかな。もっと減るか。350ぐらい減るか。減りで。弱。300は減りすぎじゃない？いや、減ってるでしょ。マジで。うん。絶対減ってると思うよ。後期だからじゃないですか。いやいやいや、大丈夫ですね。下がったの時何回も食らってますから。俺、地味に減りすぎじゃないかと思って。おー、危ない。でももうゲージがない。あっ、どうする？こっから。そう、これ。そう、やばいやばいやばい。あー、そんなー、そんなー、ちゃいましたね。このフレディ強いな、確かに似てるな。フレディすいません、すごい落ちましたよ。200ぐらい落ちたんじゃないですか。再開で見せましょう、トーナメントモードで。いきますか、じゃあ。じゃあ、はい、お願いします。お、コークの追撃350。お、減るね。350。あー、減るよね。これか。いつも入ってこれない人入れるんちゃうか。確かに新しいメンツ見れるんちゃうかなあ。じゃあ、50組からでよろしいですかね。はいはい、320みたいですね。フレディ・マーキュリーって坂下だっけ。タイガー、よっさん、見たことない。マジで見たことないばっか。本当に見たことない。あー、おお、ヨドさんはタイガーの人なんだっけ。マジで。そうです。弟子とかのゲーマー B が、今日は回線が大丈夫なようなので、これでいきます。 OK です。これでも本当に改善されたかもね。うん、回線の良くなったかもしれないね。あ、タイガーさんってユンのタイガーさん。あ、そう。あ、そうなんだ。そうっぽい。はあ、はあ、あのタイガー。うわー、一回戦よっさん。しかも第一試合。試合です。これはちょっと。さっきちょっとタイプ分かったから。そうだね。うん、ちょっと戦い方 の変更は今のうちにしておいた方が。分かりました。するんでしたら。どうなんですか。あの、今日入れた人がいたら、いつもは入れないんだけど今日入れたんだよみたいな、うん、人いたらちょっとコメントしてくれるとね。そうですね。確かに。まあ難しいですけど、ね、一応他の人あの感染中なんで。予算は多分できないと思うけど。うんうんうん、どうですか。ちょっと教えてもらい、単純に興味がある。確かにね。うん、興味あります。とりあえず外人さんしかコメントしないですね。興味出なかった。何しろ。どうですか。あと、なんて技だっけ、くるくる回るやつ。ああ、扇風車。あ、そう、扇風車の角半もちゃんと全部しっかり決めたいよな。EX だったらね。EX はウルコンシンゴ決めたいんだよ。8台系からコンボ。ウルコンシンゴ1枚いいんだろうけど。どの距離でも入る。絶対入る。まあでもマイナスの10。いや、20近くあった。え、そんな。いや、かなり入る。それはないですね。いや、相当ありますよ。うちの、あの、砂漠のディストラクションが、確か1フレ猶予あるとか、それぐらいだったから。マジで ?12 とかだったら。あ、でも12とかだったら信号かぶるでしょ。いや、まあ12、うん、まあいけるな。いや、20ぐらいあった気がするけどな。あ、ドミキシャクからだった。あ、ドミキシャクからだと、20とかあるけど。そうでもダメか。先生、あそこやばくっすね。あ、安定行動っぽいっすね。ね。いや、しゃがみ台パンね、ある。シャガミ大パン、タイプだよね。タイプシャガミ大パン、あれ強いんだよ。あれ一通りじゃ弱いんだけど。まあ、うわー、怖い。まだまだまだ、うわ、危ないよそれ。うまっ、削りたくて。それもうまっ。よっさん、バックジャンプ仕込んでたわ。足がかじたね。いや、あそこでちょっと後ろ足で行くのさ。うん、無理無理、全然無理。ガードしてから擦るくらいじゃない？やれて。この組み合わせ一回こかせばな。うまいね、逃げんのが。ね、さっきも今のラウンドすげえ展開良かったんだけどね。あれね。
おお、差し切断食らわない。さあ中断で、これはタイプじゃないですか。可能性高いですね。おお、そう、あの風神が一応釣りになってるんだよね。体力、体力はリードします。これだったらもうやっぱ残響モードが一番強そうだよね、うん。セービングが強いよな。セービングね、シュアシスカしてくるからね、打てないんですよ。上見てるっぽい、この人。セビンチが前捨てで一応マイナス3なんですけど、最後の1フレームを必殺でキャンセルできるところです。あ、そうなんだ。かなり怪しい性能してる。確かに、それちょっと匂う性能してるね。で、EX 性能者とか、いや、よく出されるじゃん。出されることあるでしょ。 あれはね、普通にやったら確定だから、呪術使いできるも致し方ないってやつ、やるしかないみたいな。はい、やる。ゲージ状況もいいですね。これ樹里戦はこの戦い方でいいと思うんだけどな。攻めるとね、置き技とか強い。おお、とりあえずは相手の出方をあんまり伺ってばかりなんですけど。おやる。おお、掴んだよ。投げ通して、投げて、引き投げ。まあここはそうですよ。さすがに食らわない。お互いなんかノーケア、うん。まあまあ、やっぱ橋行かないんだね。多分ね。行くキャラいるよね。左は結構行かない。あ、うん、あるもんな、このゲーム。左か右かで違うパターン。違うのあるね。裏落ち表落ち関連は結構ある。サガクもあの裏回りウルコンとかワンピーダムできなかったりするし、サガクもそうだね。 2P はできるけどワンピーはできないっていうのは結構ある。さあ、先ほど取った。残空を重ねる。いや、なんか予算超困ったね。困ったね。対応したか。体力リードされちゃうとね、ちょっとジュリ側もどうしようって感じにはなるんだろうな、うん。最初に初手を取るか取らないかで結構展開が。B よ。危ない、危ます。タイガー、あ、この人一回対して来てたね、そういえば。来てました。タイガーと言って。すごいポイントをいっぱい持ってる、ね、超いっぱい持ってて。どこに住んでたの、この人、みたいな。石川の人やね。そうそう。バイソンか。これはもちろんね、バイソン、全力応援です。バイソン全力応援らしいですね。なんで？いや、ユンとやりたくないでしょ。ああ、そういうだろう。言うてもでしょ。別に言うんでも。え？結構ランクまでやられてる。あ、マジで？あ、そう。ので、バイソンの旗を全力で応援しましょう。うん、はい。タイガー。これ組み合わせできたら多分バイソンいけるんですよ。バイソンいけるんだよね。どうすか、マホモスさん、そこは。どうすか。僕はすごいいけると思ってるんですけど。俺もいけると思います。いけると思います。キャミーよりいけると思います、とりあえず。ほうほうほう。マジで、うん、キャミーは多分、バイソンきついと思うもん。キャミー？だからキャミーユンだと思う。そういうこと？キャミーユンじゃなくて。うん、キャミー対バイソン。キャミーバイソン。だから似たようなキャラクターだけど、うん、キャミーの方が全然バイソン側としてはきついはず。ああ、なるほど。ユンは有利じゃないか、普通に。どっちがユンが？ユン。ああ、違う違う、あの、バイソンが。なるほど。知らないけどな、うん、信用されすぎても困るんで、一応そこは。まあ、言うのにやっぱあの雷撃がね、当たんないんですよ、バイソンって、うん。そうなんだよ。あのね、バイソンって立ちガードすると、後ろ超下がるのよ。ほんとに当たんないからね。ハルコーンとか全く当たんなかったんだよ。そう。ほんとそれに近いくらいあり、当たんないから。ただね、そこでバイソン側がしゃがんでると当たっちゃうから、それを知ってるかどうかも、まあ大事なんだよね。そう、なんかね、ライゾンに対しては雷撃手というのがすごい難しくて、うまい。え、これは痛すぎるだろ、これ。やるな。あー、てかあれダウンボット俺だったんじゃないの。ほう、裏回る。さあ、こんなミス。おお、下段、力強い。これはあ、入れっぱ。お得意の中段。ライゾン相手に2回戦バカ勝負いきましたね。あ、痛い。あー、痛い。おー、うまーい。うわー、あれちょっと警戒しなきゃいけないから。確かに。
あれ補正乗ってる超変ないから、なるほど。ちょっと怖くなっちゃったんじゃないの最後。いや、そう、そうでしょ。あれコパチューバー今だってさすがにいけたもん、今。倒せましたよね。ただ、いいです。いや、しかしいい。ここでユンを。ユンは本当、ラウンド始まるときにゲージがあるないかで、かなり変わるからね。評価高いですよ。おぉガード、あれじゃあ。今角打って、アスティは多分1だ。あ、そうだ。でも単発。おぉ、やるね。さあ、これは弱決断大事ですよ。入らないの？入らないです。え、ほんと？入らない。あ、うん。何も入んない。あ、さあ、おぉおぉいった。さすが。しっかり球を完成させてる。うまいバージョン使う、こういうのやっぱ。1回だからね。はい、おにぎりシラさんじゃないから目を、ね、シラさん、まあ、キャラも違うんですけど、さあしかしこれはユンはゲージ貯めたいところかな。そうだ、おお使ってきた。俺はもう勝負にした。体力リーズ、おお、ああ今のはちょっと重ねて爆して、打ってくるのかよ。おうまい、うまい、これは決まった。さあ素晴らしい。ちょっと不要意だったのかな、今の。いや、前歩く、前を歩くことによって、うん、もうダストないよ、垂直ジャンプしても意味ないよってことをアピールして、アピールしてからの短パンチやったら、うん、関係ないです。まあ